演武開演。どうも、本日も昨日に引き続きミスタードーナツのプレミアム抹茶ドーナツを食べたいと思います。本日の一発目はこちら、プレミアムポンデリ抹茶ポンデリングです。やっぱり最初はシンプルにいかないと。ではいただきます。君のもちもちは本当何にでも合うね。オールドファッションと同様、シンプルな食感の生地が抹茶を引き立てていてとっても美味しかったです。続きましてはこちら、確かホイップクリームが入っているドーナツですが、2種類あってどっちなんどっちなんだっけ。表面にはきな粉がかかっています。ではいただきます。なるほど、君は確かに和風が強いね。した食感のドーナツの中に入っているほろ苦い抹茶生地が相性抜群の小豆とうまく合わさってとっても美味しかったです。さて、いよいよ最後になってしまいました。最後はこちら、さっきのやつの表面の砂糖バージョンかな。おっと、チョコレートもかかっていました。ではいただきます。よーく見るとクリームもありますね。さっぱりしていて美味しい。ドーナツの生地は先ほどと同様軽めで、さっくりとした食感の抹茶チョコのほろ苦さとさっぱりした食感のクリームの相性が抜群でとっても美味しかったです。多分これは豆乳クリームかな。今回のプレミアム抹茶シリーズいずれも美味しかったですが、自分的にはやっぱりわらび餅の入っているやつが一番美味しかったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。数量限定らしいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。